オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間です。事故物件サイト管理人の大島てるです。先日私と村田ラムさん、そして竹内義和さんとの3人で様々なお話をしてきたわけですが、実はもう1名4人目のゲストの方をお呼びして座談会を行いました。本日はその模様をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。本日もスペシャルゲストをお呼びしております。こちらの方です。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。どうもです。ですね、今日ちょっと手土産を持ってまいりまして、はい、中身どら焼きです。じゃあ前失礼します。 ありがとうございます。こちらのどら焼きをいただいてしまったんですけども、ちなみに私、はい、北柴健と申します。よろしくお願いいたします。こんな感じで何個も入ってました。配っていきたいと思うんですけど、はい、じゃあまずラムさん好きなの。じゃあ抹茶いただきます。はい、あ、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ小倉をいただきます。小倉いただきました。はい、ありがとうございます。じゃあ僕チョコが好きなので、はい、チョコをいただきます。じゃあ私はプリンをいただきます。はい、はい、早速いただいたどら焼きをありがたくいただきたいと思うんですけども、はい、なんか似てますね。なんかめちゃめちゃやばいなこれ。今川焼き風の、いや違いますか。じゃあちょっといただきます。はい、うん、美味しいですね。なんかさっき食べたものと似てます。いや、スフレと。はい、でも美味しいです。キャラメルが入ってますね。うん、美味しいですね。反応がもう甘いの飽きた感じですか。いやいやいや、なんかない。あ、でもなんか和の味はまた違うので。あ、本当ですか。いいですね。はい、何個でもいけそう。本当ですか。うん、はい、私は今どっちかってチャーハンとか食べたい気分なんですけど。白は。いや、なんかしょっぱい感じの、ね。美味しいです。本日はですね、ちょっとすみません、こちらの寂しいスタートになりましたね。箱にトークテーマを入れておりますので、こちらを引いていただきまして、そこに書かれているトークテーマについて4人で話していくと、そういう内容です。では早速、北柴さんからお願いします。はい、じゃあ1つ選んでください。いただきます。これでいきたいと思います。はい、これなんかプーチンが最近ずっと言ってないんですが、前言ってたんですよ、こんなこと。危険人物の見分け方の、まあ、いわゆるツールがあるんですが、そこの業界からお金もらってんじゃないって言ってるぐらい、これ、まあ、監視カメラの一種なんですが、うん、危ないことをこれからやるやつ分かるぞみたいなカメラなんですよ。で、東ヨーロッパで普及したんですが、人間はなかなかうまくないだろうと。っていうのは、人間が人間見るときに芝居するんで難しいんですよ。で、特に異性だと難しい。だけど、監視カメラみたいなツールだとですね、まあ、それを見分けちゃうっていうので、業界からお金もらってた政治家が多くてですね、推奨して、東ヨーロッパで定着してるんですよ。うん、で、EU はどっちにしろ賛成と思いながらも反対なんですよ。プーちゃんがいるんで、ウクライナでですね、悪さしてるんで、ということで、まあ、普及してないんですが、これから日本では危険人物の見分け方が機会があるだろうという予測ですね。うん、で、危険人物の見分け方はないんですよ。基本的に、うんうん。で、自分が要するに何をしてきたかということで決まっちゃうんです。そうなんや。ラムさん、ラムさんなんかありますか。ああ、そうですね。でもどうだろう。なんか、こう、目が怖いっていうのはあったりしますよね。
なんかこう人殺したことある人はちょっと目がちょっと気持ち悪い感じになったりみたいなのは、うん、なんかまあそういうなんか結構だからトークライブとかのイベントやってるとお客さんとかねいろいろいるけど、なんかこうあこの人やばいなみたいなのを感じても一緒にいる人が感じてくれない時とかあって、普通になんか感覚というな目がですか、目以外も目もあるし、なんかでもちょっと僕臆病かもしれないですね、なんか結構早い段階でやばいって思ったら距離を置きたくなっちゃうけど。竹内さんは何か、あのやっぱアイドル、地下アイドルのイベントとかを主催してやってると、はい、そのアイドルのファンが来るんだけども、そのファンの中にこの人ちょっとやばいなっていう人っていうのはやっぱり時たま待ちてますよね、はい、例えば地下アイドルっていうのは、まあ、チェキを取ったりとかサインしたりとか全てまあ、あのお金儲けと利益につなげるんですよ。だからそのトークタイムっていうのがあって、そのお気に入りのアイドルと30秒喋ることでいくらかお金を払うんですよね。で、それが半端なお金じゃないんですよ。例えば30秒喋るで5000円とかね、うん、1分喋ったら1万円ですよ。でもそういうのにも熱心に並んで何回も何回もこう喋る人がいるんですよ。で、それを僕ら剥がしていくんですよね。30秒だと、はい、終わりです、つって。アイドル、はい、終わりですと言うと嫌われるから、アイドルはもっと話したいというふりをして、で、ファンを僕らがこう、遠ざけていく。たくさんその役なんですか？はい。知らなかったです。はい、そういうことも、そういうこともやるんですけど、たまたまね、うちのライブハウスでやるときね、やるんですけど、その時に、まあ、お金をたんまり出してるから危ないとか、そんなんじゃないんですよ。なんかね、目が見たらね、あ、この人ちょっとやばいなってのがあって、ちょっとピンとくるんですよね。あ、そうなんですか。うん。ピンときて。目の中の光みたいなものが、アイドルを見てこう、すごいアイドルのファンを押してるから、パッと光ったりする人は大丈夫なんですよ。おお。なんかその光ったものが引っ込んでいくような人がいるんですよ。はい。ブラック。ビューン、ヒューンと、はい。あれが怖いんですよね。で、前もいたんですよ、一人。この人やばいんちゃうかなと思って。で、まあ終わった後、まあ片付けをして、僕らも外へ出て行った時に、ずっとそのビルの向こうの方で、その僕が怖いと思った人がじーっと立ってましたね。うん。だからアイドルが出てきたらこうなんか話しかけようと思ったのかな知らないけど。うん。そういう人がいるんですよ。目を見たら僕はちょっとわかるような気がしますね、これ。アイドルの中の危険人物というのは。うん。やっぱり目ですね、はい。僕らもそうです。うん。最初の1年ぐらいわかんないですけどね、だんだんまあ、毎日人を見てると養われるっていうか、そういう感覚はありますね、うん、私は結構喋ってるとだんだん眠くなって疲れてきて、こう半分目何を言うてるんですか、目つぶって喋っちゃうんですけど、それでもわかりますか、こんなになっても肩とかですね、はい、腕とかの動かし方でやばいなって感じですね。あ、本当ですか。喋りながら寝てる人は悪くないですよ。むにゃむにゃむにゃで。あは無害だっていうのがなんか出てますよ、すべて。ありがとうございます。はい。じゃあ、これを。あ、洗脳の恐ろしさを体感した出来事。洗脳の恐ろしさを体感した出来事。うん、私はね、もう洗脳の恐ろしさを間近に感じた。あ、本当ですか。うん、はい。その、これもまだ大学生の時の、まあ、自分の友人なんですけどもね、その友人に、まあ大学生って多いんですよ。その宗教から勧誘されるっていうのがすごい多くって。ああ、そうです。はい。そいつもね、もう宗教嫌で嫌で、勧誘が嫌で嫌で仕方ないって言ったんですよ。でも、あるその男性の方がその僕の友達にもうしつこくしつこく勧誘してくるんですよ。とにかく一回話を聞いてくれ。何でも成就できるからと。だから現世利益がある宗教やから、死んでからどうのこうのじゃなくて、今生きてる時にすごいその幸福を与えるような宗教やから、ぜひとも一回話を聞いてくれっていう話があったんで、あまりにもしつこいから、そいつは、じゃあ俺が思ったことは全部実現できんねやな。できますって言うんだって。だから、実現できないことを言うたんやと。そいつが言うたのは、当時松田聖子さんってアイドルで、今もそうですけど、すごく人気があって、松田聖子と結婚できるんやったら、俺はその宗教の配慮だと。ただできます。ほんまやなって言うて。それで、ゆっき話を聞きに行ったんですよ。で、そっからね、2ヶ月ぐらい経った時に、またそいつをおたんですよ。だからなんかその宗教に通ってるって話なんだよね。うん。で、あ、で、どうやねんと。お前、話聞きに行って、ちょっと松田聖子と結婚できることになったんかって聞いたんですよ、そいつに。だそいつがマジな顔して俺を見てな。竹内、お前、何罰当たりなこと言うてんねや。って言うて、スーッと去っていったんですよ。だからまあ、洗脳されたんですよね。だから。
はい、なんか、うん、あのちょっとなんか俺なら論破できるみたいな風でついてきて、うん、すごいアホなことするなと思いますね。そら何でもできるって言うんですよ。とにかく向こうは一回来たらこっちのもんと思ってるから。そうですね、うん、だからそういうやつ、その俺は絶対その宗教とかハマらへんわって言うてやつに限ってハマるんですよ、うん、その典型的な、はい、その洗脳の恐ろしさを体験しました。私は特にないんで。ないかい、はい、ないんですけどないですか。まあ、僕は結構あの、はい、オウムの後継団体入ったりとかいろいろしてるので、あの洗脳的なことはやってるんだけど、やっぱね、新興宗教って来る段階でもうちょっと染まろうかなみたいな、基本的には信じてる人が来るわけですよ。もうすでにちょっと信じたい人が来るから、はい、さほどね洗脳が強くなくても信じる場合が多いんですよ、うん、まあ、昔のその本当にきつい祖学会が本当に信じてない人っていうことは違ったんだろうけど、今は大体信じてる人を信じさ、より信じさせるぐらいなんだけど、はい、やっぱりね、自己啓発セミナー行くと、やっぱ、もうちょっとそんなフラットな人が来るんですよね。で、それを信じさせるっていうのは、やっぱ全然レベルが違って、うん、もう本当に最初はこう優しいんだけど、もうそっからはもうね、犬のしつけレベルに厳しくなっていって、でもう全く窓のない部屋、時計もない部屋にずっとそこで、まあ、簡単に言うとゲームをさせるんですよね。その、まあ、その、例えばこの5つ椅子を並べて、ここは大海原で、これ船が沈みかけてて、タイタニックみたいに。この5人だけが乗れる救命ボートがあると。今40人いるけど、この中から5人しか乗れない。で、ここから今から自分でアピールしてもらったり、多選してもらって、この5人を今から決めてもらうみたいなのを、まあ普通のこうリクリエーションレベルではあるんだけど、もうガチガチのマジで2時間とか3時間とかやるんですよね。もう時になんかこうボロ泣きしながらうわーってなりながら、でなんかね、そういうのをやっていくと、最初はこう半端な気持ちでやってても、なんか半端な気持ちでやってるとバレるんですよね。だからこうガチガチにこうやらなければっていう風になっていって、で一番怖かったのが、なんか50代過ぎぐらいのお父さんが混じってたんですね、おじさんが。でまあ平均年齢20、30ぐらいなんで浮いてたんだけど、なんかやっぱ講師側についてちょっと他の生徒に講師と一緒に闇を言ったりするような感じでしてたんですよ。あのお前ちょっとしっかりしろよみたいな、僕とかが言われたらそうだぞみたいなことを言うような、でそれ泳がせておいて、一日泳がせておいて、次の日、あの、講師は何とかだよって言った時に、乗っかった時に、お前何様だって講師がいきなりそのおじさん怒鳴って、あんたな、会社でもそういうことやってるんだろ、全部わかってるんだぞって言って、その会社から持ってきた資料を読み出して、あの、で、なんでここに来させられたか、あんたが自覚ないのか、会社でどれだけ嫌われてると思ってんだ、前の会社もそれで辞めたんだろみたいなこと、つらつら言ってくると。で、もうそのおっさんめちゃくちゃ追い込むんですよね。その30分とかかけて追い込んで、わーんってもう、おじさんがわーんって声出して泣くまで追い込むんですよ。で、昨日まですごい威張ってた、なんか格子面して威張ってた親父が泣いてるから、やっぱみんな北総縁でしまうじゃないですか。で、みんながふんって笑った途端に、お前らはどういう人間だみたいな。あ、こんな。クズだろお前らって、うん。なんでここで笑うんだ、このお父さんが苦しい思いしてるの見て、お前ら嬉しいのか、そういう人間だったんだ、いつからそういう人間になったんだって言ったら、明かりがバーンと落ちて、中島みゆきの5つの頃がかかるんですよ。思い出してごらん、5つの頃を。君たちが5歳の頃、そういう人の不幸で笑う人間だったかとか言って。で、みんな、うわーって泣いて、俺もうわー本当に。そう、泣くの。いや、私、その曲知らないんですけど、ユーミンだとどんな曲ですか？あの人の、ないユーミンと合わないね。あとね、中島みゆき、さだまさし、長渕剛です。長渕はもう乾杯一択ですけど、やっぱさだまさしと中島みゆきは多いですね。でも、本当にね、僕も、だから、もう、こう、ボロボロになって、
で、出てきて、ジャーナリストの知り合いにこう会って、ネタやばかったよって言われてると、やばいやばい、お前やばいよって。ルノワールで大声やばいよ、みたいな感じで。ちょっと目がやばいですよって言って、2週間ぐらいね、そういうのが解けないぐらいだったんで、やっぱ本当にそういう、ガッてやる自己啓発セミナーにはやっぱりね、やっぱ次元が違うなと思った覚えありますね。ちなみにそのおじさんはなんで最初香水側について乗ってた、それはもう字の性格的な性格もあるし、自分が年上だから、はい、みんななんかちょっとこう上から行きたかったんでしょうね。こうあの俺は分かってるよ。じゃあ偶然ってことですか。そういうことしなかったらもうそこから先始まらない。そうそう、基本的には偶然も利用してるし、あ、いろいろ利用してますよね。そういうことが初めてではないだろうし、うん、だから、うん、他の人に聞くと全然展開はバラバラなんですよ、はい、すごいですね。奇跡的な気がしたけど、でもそれは講師がやってんじゃなくて、その状況に合わせて物語を変えてるんですよ、はい、だから講師は相当腕は立つ。あ、そうですね。私一回、セミナー会場はその講演会場がその貸し会議室だったことがあって、そういう部屋ごとにですね、まあホテルもそうですけど、このなんとかの間では、私の講演、隣のなんとかの間では、うん、別のセミナーみたいな時にですね、まさしく隣が、まあ、マルチ商法的な、多分宗教じゃないと思うんですけど、すっごい熱気があって、うん、もう稼ぐぞみたいなって超満員で、私はてっきり私の話を聞きに来た人がいっぱいいるのかと思ったら、私の方はガラガラで隣だったんで、しかもこう聞こえてくるんですよ、壁自体もうすっごいやりにくかったですね、もうということはありました。またですか。食べ物にまつわる恐ろしい事件。はい、はい、いやーと、じゃあまず北島さんがお願いします。はい、これね、身につまされたことがありましてね、現役のデカやってる時に、私刑事警察から英語研修っていうのをやって、それから公安警察に事例一発入れられちゃったことがあって、まだ刑事警察の時にですね、カツ丼が最後ぐらいだったんですよ。カツ丼食ったら吐けよっていうですね、はい、まあ真実をまあ吐露してよっていうような時代の終わりだったんですけど、はい、それでカツ丼食わしたし、コーヒー飲ましたし、ゲロしなかったヤクザがいるんですよ、はい、なんだこいつ、一生懸命サービスしても何もしてくれないなと思ったら、はい、ちょっと足らないと、甘いものを食わしてくれればゲロしますって言うんで、甘いものを買ってきたんだけど、これじゃないとか、あれじゃないとか言って、バカ野郎みたいになって、結局、何ですかね、自虐的なことを、まあ簡単に言うと M の人だったんですよ。M の人、いじめると吐いちゃうんですよ、はい、それちょっとあったんですが、はい、食い物で当時はなかったんですよ。餃子の満州を最近ちょっとしばらくぶりであって、おおしばらくだねなんつってて、餃子の満州を奢ったんですよ、はい、そしたらペラペラと当時の嘘話をするようになって、こいつこんなになんかゲロするやつだったっけと思ったんですが、まあ要するに刑事課に捕まってきた時は嘘だったみたいですね、全部が。お、うん、でもなんか調書を巻いて、うまく、まあ書いてですね、うまくやったんで一件落着したんですが、そんな人いましたけども、食い物で変わるんですよ。最初から甘いもの出してやればいろんな、うまくやってくれたんだけども、最初にやっぱり彼の言ってる通りにコーヒー出したりカツ丼出したりするとダメだなぁって分かりましたね。難しい。あ、そう。なるほど。ちょっとどうすればよかったんですかね。いや、やっぱりいじめといて甘いもの出すのが良かったみたいですね。全然分かんなかったですよ。竹内さんは大阪に京橋というところがあってね。はい、で、そこの SM クラブで働いてる、その女友達がいて。はい、そのところね、まあ、まあ飲みに行こうって話になってたんで、その子の勤めてるところに行って、事務所みたいなとこがあって、そこでまあ、待っててるんです、彼女の、その仕事が終わるのをね。
で待ってた時に、まあ、同じ SM 上の方とかも事務所にいらっしゃって、まあ、いろいろとそこで、まあ、話するわけですよ。で、その時にね、まあ、いろんなお客さんいるでしょう、こういう商売してたら、つったら、いや、そうなのよ、と。で、今もあなたのお友達の彼女が接待という接客してるのが、ちょっとすごい人で、つって。で、どんな人なのつって。たら、まあ、M の方なんですよ。で、いつもね、リンゴを産むところを見てほしい。いわゆる、リンゴを自分のこのお尻の中からこう、入れて、で、来たらその、産むんだって、それを、ポトッと。リンゴ入れてるんですよ。で、そうやってこう、もう入れてきて、リンゴ産むところ見てください、リンゴ産むところ見てください、つって、それ見るだけでええから楽は楽なんだけど、うん。んで、今、来てるのよ、その人が、つって。ほんで、こう、今、接客中、つったら、まあ、隣の部屋は壁が薄いからね、ドンと落とすわ。あ、産み張ったわ。で、しばらくしたらね、またね、ドン煮込んだの。煮込んだの。うわーってなって。で、まあ、その人がそれ見てもらったら、もうそれ満足するからお金払って帰ると。で、その友達が来て、で、来てね、じゃあ、着替えるからちょっと待ってて、つって。だからまだね、別のその事務員の方が来てね、その、なんていうのかな、こういうお皿にね、綺麗に切り分けたリンゴが出てきたんですよ。それ食べれないでしょ。無理ですね、それは。そのリンゴじゃないんですよ。多分そのリンゴじゃないと思うんだけど。ああ、そのリンゴじゃない。多分ね。多分そうじゃないんだ。自分や頭おかしいです、それ。多分じゃ、ちょっと信用できないですね。はい、そういうことがございました。いやうわぁ。2023年はオカルト業界にとってどんな年だった？去年。か、難しい。でもなんかね、田中さんがちょっとテレビ出たりとか。そうですね。前から出てる。あ、でもなんかまあ、なんかちょっともっと大々的に出てる。あ、本当ですか。とか、どんどん若手が売れてるし、それに、てるさんがあんまりよく思ってないっていう話を前回。思ってないんだ。いや、いや、私はむしろ、その、2023年、去年、もう初めは、まだコロナ禍でマスクしてたわけですよ。ね。で、それが、ついにようやくコロナ禍が終わったという年なので、だからこそ、今こうしていられるわけなんですけど、うんうん、となると、もうその、コロナ禍中の一過性のいろいろな、例えばキャンプのブームとかも、どうも下火のようです、はいはい、落ち着く、うん、ということを考えるともしかしたらこの、うん、家にいるから YouTube 見ようみたいのとか、うん、あるいはその仕事がライブとか制限されるから動画配信しようみたいのも、はい、まあこれから変わっていくんじゃないのかな、うん、その、境の年だったっていうのが去年の1年を通して言えるかもしれないって、うん、後から振り返った時にですね時代のアダバナだったのかなと、うん、むっちゃアダバナでしょ。でも逆に言えばそれで進化して、はい、家で見るのもいいもんだなあ。そうですね、うん、だから例えばライブで怪談やってお客さんがリアルにいっぱい来るとかあるでしょうけど、うん、ただ竹内先生には申し訳ないんですけど、うんうん、私は怪談の賞レース、うん、全然去年耳にしなかったんですよ。はい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 、で、怪談ニュージェネレーションもなんかなかったみたいですし、なんか、賞レースもうなくなっちゃったような気がしてたんですけど、どうなんですか？あるんですか？最強戦とかありましたよ、ね、まあ、あるんですか？全然なんか。最強戦と、この僕が取った怪談があって、はいはい、おっしゃってました、はい。で、タックがやってる T1 グランプリ、はい、T1 という、まあ、怪談のコンテストもあるし、まあまあ、いくつかはあるんですけども、まあ、テルさん言われるように、ちょっと縮小気味な面も確かにありますね。タックってあれですか、福岡県のタックですか。T1 やってる若者ってタックだったんですが、あれですよね、顔の細い福岡県の、はい、男、1時間ぐらい対談しましたよ。ああ、そうですか。YouTube ですけども。はい、はい。あ、で、縮小気味っていうのは、まあ、私はそうですけど、結局ね、竹内さんから見ても。うん、怪談っていうものが、誰でもまあ参入できる分野ですから、はい、で、実は怪談っていうのは、話芸ではない部分があるんですよ。だから、自分が体験した話、あるいは近い人が体験した話を、
ダイレクトで話することによってすごい怖かったりもするから、その話術よりも体験の濃度みたいなものが、まあ怖さの濃度につながるという面があるので、話芸として成り立ちにくいんですよね。で、話芸できちっと実話怪談を語れる人は、逆に言えば聞きやすくって怖くないという面もあるんで、その、話法としては拙い方が怖さが届く面もあるので、こう、評価 しづらい分野なんですよね。で、個人的なその好き嫌いみたいなものも当然乗ってくるので、それをこうコンテストというトーナメントという形で競い合わせていかがなものかと意見は当然あるんですよ。うん。で、まあそこに参入してくる若手が多いので、玉石混交になってる面があるので、ただまあそうは言いながら、あ、すごい実力のある人がいきなり出てきたなという面もあるので、これも玉石混交ですから、はい、一概に、言い悪いって決めつけづらいところがあるんですよね。ただ、職種を決めて言ってるのはやっぱりかなりたくさんの人が参入してきてるので、もう怖い話、YouTube でもう見たくない、聞きたくないという人も多分出てきてる。それは僕は、個人の実感として思いますね。だから、まあ、さっきの質問なんですけど、オカルトという面に関してどうなのかってなった時に、怪談っていうのはオカルトっていう面の中のごくごく一部なので、はい、そのオカルトは逆に言えば僕は元気になってきてるような気がするんですよ。例えば、田中俊幸が、まあ、ブレイクしたのは、怪談でブレイクしたというよりも、やっぱり呪物というか、はい、そちらが大きいと思うんですよね。都市ボーイでもそうですけど。だから、怪談というのは一つの分野としてここにあるんだけども、まあ、オカルトという。で、僕も中山一郎という人と、オカルト解体新書という、まあ、YouTube 番組始めたりしてるんで、これは本当にオカルトというものを、真正面からきちっと分析していきましょうという番組なんですよ。そういった、その、うん、オカルトというものを、こう、まあ、真正面から捉えていこうというような動きは、去年はちょっと芽生えてきたのかなと。いいと思います。いうふうに。はい。怪談だけじゃないっていうのはすごく、うん。好ましいこと、うんうん。はい。だと思います。まあ、リンゴを2つ むとかね。はい。そういうのも含めて。そういうのもいいですよね。はい。僕は、だからオカルトじゃないけど怪談って変なところにいるので、はい、難しいな、とか思ったりするんですけどね。オカルトにたまにくくられるんですけど、わあ、俺、全然、オカルトじゃない。っていう時はありますけど。あ、なるほどね。おー、あまり人前では言えない宗教に関する恐ろしい話っていうの出ましたけれども、これ先ほど聞いたようなお話ですよね。これ20年経つけれども、一家惨殺事件が、北芝さん怖いですね、なんかね。怖いですね。喋った後の、ね、笑顔が。そう、まあ、しょうがないですけどね。20年経ってますから。なんか、最近、なんか女性の方が、その子供を刺し殺したりとか、したり、事件がありましたけど、その宗教絡みだと思うんですけど、その人のなんか証言みたいなものがさっき、ネットで載ってたけど、はい、刺し殺してはないと。私が刺したのは、砂人形を刺してるだけやから、人ではないと言ってるんですよね。うん、だそういうような見方になってしまうのかなっていう。あ、そうですね、そういうことはありますね、うんうん、だから殺したとか殺されたとかじゃないよと、要するにこうしなさいと言われたらするんです。でたまたま結果が殺人だったっていうことをよく言う人いるんですが、まあ刑法犯でやることは間違いないんで、そういうふうな処遇をします、うん、私らの仕事はね。私はまたないんですけど、ちょっとパスばっかりだと悪いんで、うん、少しこのテーマからは外れてるんですけど、私とアメリカのユタ州のソウルトレイクシティというところに住んでいたことがあって、で日本に戻ってからも何回も夏休みずっとそこに滞在してみたいなことを繰り返してたんで、かなりこう記憶に残ってるんですね。本当は住んでた時期は1年ぐらいだったにもかかわらずですね、そこがモルモン教の総本山のある町で、モルモン教っていうのは周りが言うだけで本人たちはモルモン教って言わないんですけど、で私は全然自覚ないんですけど、今思えばものすごく教義の影響を受けてるなって思いますし、で何にも恐ろしい点はないです。 だからこの恐ろしい話から外れてですね、すごくいいです。あ、はい、怖い。いやいや違います。なるほど。まあ、宗教はそうですね、アレフとか入ってたので、はい、まあ、結構やっぱり入ると公安に目をつけられるので、はい、そうですね、もう警察のあれですけど、公安だから
多分その時もこある入ってた時もなんかすげえ外歩いてると公安の人にガッて手つかまれて、はい、話してもらえないんですよ。あの名前書くまで、はい、あの新藤さんでしょみたいな、名前書いて住所書くまで話さないよみたいなこと結構いじめられるし、だから中にも入ってるらしいんですよね、はい、信者として。へえ。だからまあそれはまあ絶対ではないですけど、なんか上優さんがあのいるの分かってるからねとか言ってて それだけ見てるとちょっとあれかなと思うけど、でも本当に入ってることはあるらしくって、だからそれでだから結構その時に名前とかを多分打ち込んだりはしてるはずなんですよね。僕嘘はついてないので。だからなんかそういうのって結局残るじゃないですか。そうです。だから未だにだからちょっとアメリカとかってすげえ厳しいから言ったらなんか、ね、なんかその潜入ですって、オブだろうみたいなの言われてしまう可能性もあるなと思ったり、うん、意外とそれ怖いですよね。うん、あの潜入なんでって、そう通じないじゃないですか。それ僕山ほど入ってるし、だからそういう意味ではなんか知らない間に結構ブラックリストだったり要注意人物になってる可能性あるなと思うと。ちょっと怖いなと。村田ラムさんが手つかまれたり服つかまれたりしてちょっと行くなと、名前書くまでダメだぞってやってるのは公安検査じゃなくて公安調査庁じゃないかなと思います。ああ、彼らはよくやるんですよ。公安って書いてましたね。公安って書いてあるのおかしいですね、うんうん、でも分かりやすい。公安警察は公安って絶対出さないんですよ、うんうん、それで警察手帳すら持ってないんです、うん、あ、公安調査庁で公安だって言って標榜してるとすれば、うん、法務省の関係の人が多いんですね、はい、分かりやすい公安と分かりづらい公安がいるねって話をこう潜入してると公安自体で殴り合ってますよそうですね。元特攻系のところからの枝分かれで、いろいろ複雑ですよね、あそこら辺の。特攻がね、小林武二を拷問してぶっ殺したじゃないですか。うん、で死んだところ行って、しし地獄さ行かせました。うん。まあ要するに小林武二の霊にね、霊って死に行きましたよ。こんにちは。今日から公安の辞令もらった僕ですみたいな感じでよろしくお願いしますすいませんみたいな。壊した人ですか。特攻警察と公安は関係ないけれども僕代表者謝りますって言ったら、謝ったんですね、とってもいい感じの1年でしたね。あの築地でしたっけ、じゃなくて、そうそう、築地のあの牢屋の方行ってちょっと怖かったですけどね、やったんですよ。あいつ何やってんのみたいな感じで言われましたけど。あの僕らの中学校の頃って、まあ和歌山だったんですけど、結構だから、レフトウィングなのかなと思ったのは、うん、図書館行くと小林武二さんの剣士本みたいなのがあって、うん、あの、白黒、モノクログラビアで、もうその死体の様子が何枚も出てるんですよ。あの、例えばこういうふうに拷問された跡とかね、指折られたところの跡とか、鉛筆で挟まれて指折られたとかいうので、克明に写真付きで載ってるんですよ。あんな本なんて、当時出てたんですよね。あ、僕結構収集してますね。左翼関係の本は、あの、グロ描写多いので、はい、なかなか他では手に入らないとか結構あるので。はい、ああいうのはテキストになってまして、はい、こういうことをしないようにしようっていうんで僕らは育ったんです。あ警察にまつわる怖い話。ああ怖いですよね。いやありますよ。あの、うん、あの僕まあ、あのとある事件に巻き込まれて。